はい、ノクさん、今回はヒゲってテーマですか。ヒゲね、私も結構あるんでこまめに剃ってるんですよ。なくてもいいんですけどね、ヒゲなんてね。まあですけど、人体にはどうしても必要なものと、できればあった方がいいものと、なくても困らないものと、なくていいものとって4段階ぐらいあるのかなと思います、自分の体にもね。でもまあしょうがないですよね。何かの役に立ってると思うしかないし、そうですね、何でしょうね、ヒゲね。まあヒゲ何でしょうね、分かりません。ヒゲって必要って聞かれたら分かりないですね。ヒゲを生やしてると最近の風潮ではあまり良くないと、不潔だということで収められることが多いです。ヒゲが似合う人は本当少ないんでですね、昔は貴族みたいな人がね、ヒゲをね生やしてて偉そうに見えたみたいですけども、それも昔の話ですからね。最近はどっちかって言ったら脱毛の方がいいのかなという気がしますね。毛はあるところにはあった方がいいし、ないところにはない方がいいということですよね。私もね、ヒゲあるんですよね。当たり前ですけどもね。これがね、年寄りに見えないかっこよくて渋いヒゲ、少なくとも武将ヒゲはやめておきたいかなというところでございます。これからどうなるのかな、まあそんな動画でした。皆さんどう感じでしょうか。失礼します。